どうも、どうもハッピーです。はい、皆さんこんにちは、ハレルヤコンバット、津村です。はい、ということで、今日はハレルヤコンバット最新のね、M20 入りスタンダードやっていきます。お願いします。早いっすね。僕まだこれはこれもうちょい遊びたいんですけど、ね、全く飽きないところがちょっとついていけないよりの、まだ僕はモダコラを遊びたかったんですけども、早速新セットが出たということで、今セット2020がスタンダードをやっていきたいと思います。というわけで、今日使っていくのは僕、はい、トモハッピーが M20 入りの白黒吸血鬼ビートダウン。はい、対するこちらはティムール青緑赤のエレメンタルデッキを使っていきたいと思います。この対戦面白くて、僕白黒、つむけん青赤緑っていう2人で5色のカード全部使っちゃうっていうね。本当に今この2種類のスタンダードで結構活躍してるデッキなんで。あ、本当に、はい、はいはい、種族デッキもこれからますます強くなっていくかもしれない。今日ね、サンプルデッキ使うんで、なんかこれどういう風に変えたらね、いいのかなっていうのをね、僕らも皆さんもちょっと考えながら、はい、対戦だったり観戦だったりしていければと思います。はい、そんな感じで、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、お清で。あー、これは、まあまあ大きい。18ぐらい。20。20。イエス。でかい。お、あったでしょ、これは。22。え、ほんとだ。はい。じゃあ、その件はこう。はい。で、マリンでいきます。はい。はい、こちら先手で、キープです。ちょっと土地の置き方が難しそうなんですけど、しっかり新カードがあって2ターン目、3ターン目と動けて、まあ、多分これは3ターン目ですかね。3ターン目に2ターン目、これ3ターン目、これで3ターン目にタッピングを見ながらという展開になりそうです。はい、どっちが1枚しかないんで、こっちはもうね、迷うことなく笑顔でマリジャンします。あっ、やばい、これは、うん、やばい、やばいよ。沼しかなかったよ、君。まあまあまあ、やるでしょね。はい、ただね、戻したくないっていうね、カードを戻したくないっていう1枚もどうしようかな。はい、これは下に戻します。プレイできない可能性ある。これ戻して、はい、はい、お願いします。お願いします。じゃあ、こっちの両方パッピンで、はい、ドロー。あー、ファーストドロー失敗。そんなん分かるかよ。はい、漆黒軍の騎士、はい、名前めっちゃかっこいいじゃん、これ。いや、能力もかなりかも。4コスでプラス3できて、3コスでプラス3できる。しかも接種を得れる。めちゃくちゃ強いじゃん。6マナあったら77。ルートワラみたいに1回だけじゃなくて、そう、めちゃくちゃパンプできる。プラス3接種超強。1マナ12だけどね、ベースパワーは低いけど。で、このターンに、ターン終了しに、このターンに相手4点以上失ってたら、プラ1カードを置くと、成長もしちゃうっていう、終わり。なんか自分でも、はい、アダントで4点払ってると、プラ1になる。強っ。誰でもいいです、4点。出したターンからもう乗せれるんだ。次のターンアダント出てきたらいきなり。すごっ。誰でもいい、すごい。こちらの進化を使用、僕のロベイト。はい、2マナ03のエレメンタルで、はい、そうすると1マナなんですけど、クリーチャー4体いると2マナです。悠長な能力だな。まあでもエレメンタルっていうところがいいよね。そうです。他のカードとのシナジーがあるから、うん、ドロー、はい、しかも止められてるね。ちゃんと序盤のブロッカーとして有効に働いてる。とりあえず2ターン目のマナクリは2マナで土地破壊できるなんですよ。しかも1点入る。1点19です。終わり。チャンドラの入る。はい、2マナ22でタップすると赤マナが出るんですけど、エレメンタルだけ使います。はい、で、こちらも最後から点検の神殿を置いて。懐かしい。僕本当に一番好きな持ちかもしれない。スタンダードでこれを超えることしかないと。はい、じゃあ戦術下で終わります。戦術下で、はい、アタック。これはまあ素直にアタック。プラス3。
4点。はい、4点。15点。成長もするならいいでしょう。終わり。ではいきます。さあ、また進化発言するアサス。あー、強いんだよな、こいつ。で、場に出た時、エレメンタルかこいつが出た時にトップを見て、それが土地だったら場に出してもらって、それ以外の場合は手札に加える。はい、じゃあ手札に加えます。無限アドバンテージ、先生マン。こいつは本当に素晴らしい。 OK。 で、スポンティングラウンドに行って、はい、攻撃して、見て18で、終わります。漆黒軍の騎士でアタックする。また強化します。で、今度は5点。はい、10です。5点で、職員、はい、16、リージョンズランディング、軍団の上陸か、はい、はい、軍団の上陸出して、トークン、吸血鬼、いちいち反抗、で、短縮領地に1個乗っけて終わりです。でかいね。そう、そのうちね、もう完璧しなくてよくなる。3回やっちゃえばね。バイオンの滝を見て、やばいやばい、始まる始まる。さっき読み通してたんですけど、実はチャンドラのクレンズオーカーに使えるらしい。そうそうそう、やばいよね。今初めてし、これで新米グリーン。はい、アンコモン、アンコモン、はい、意外とバカにできる。で、プラス、マイナスして赤マナ2つ出します。で、青、なんだって緑を使って、ランドオブザ・オムナス。エレメンタル、今度はマナブーストだったり、エレメンタル、強化したり。で、そのままでランドオブザ・オムナスを出して、はい、何これ揺らします。はい、オムナスは場に出た時に、エレメンタルの数分好きなときにダメージを与える。今3体コントロールしてるんで、ここに3点。はい、で、こいつを揺らして、やばいね。で、手札に加えます。すごっ。で、攻撃宣言で。して1点。めちゃくちゃこれ揃ってるとさ、もうエレメンタル出し続けてダメージぴょんぴょんまでじゃん。でしかも土地がめくれるとパンプもできて、もう何でもできる。一回4までいっちゃうとなかなか溶岩壊れてましか、ザイル落ちてないんで。やろ、でも10しかないでしょ。10です。モダンでもうあるんじゃないエレメンタルデッキ、こいつ。ない。モダンの方がめちゃくちゃ強いですから。なんか2マナ1でいましたね、煙たば。はいはいはい、エレメンタル。あ、そうだね、エレメンタルにしか使えない好きなマナ2マナ出して、お祭り起きちゃうね。概念の俺も入るかな、俺も大好きな5色の総合速攻で煙たばねが入れば、やばいね。薬瓶とかもあるしね、なんだか。そうです、いろいろできそう。軍団の吹き缶、はい、で、タッグプレイヤーに、プレイヤー、はい、強化します。7点。3です。じゃあ、エンドに乗せて終わりです。まず、セットランドして、イカとして、はい、好きなとこに OK。 こいつとかもできる。いや、エレメンタルだけです。はい、まことにいかんながらエレメンタルを入れて、リコマラ出して、ニッサ。はい、ニッサのトークも実は、土地もエレメンタルというのが隠されてる。お、隠されてるな、それは。確かに、そんな極悪な能力が。ソリン、おぉ、勝った。ちょっと待って、ソリンの能力合ってるよ。確かに吸血鬼、生贄捧げて好きな4つ乗ってきて、プラス1で自分の吸血鬼1体を生贄捧げても良い。生贄捧げます。はい、その時クリーチャーかプレインズウォーカーかプレイヤー1人を対象、ツムケン対象とします。はい、3点与えて3点回復します。おっしゃー。
はい、じゃあ1本目負けたんで攻めていただきます。はい、さあ、お、いい、はい、かなりいいですね。今回は土地の置き方もそんなに悩まなくて予算です。あのこれから入ってポン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 とここまで見えている。はい、かなり綺麗なショットです。はい、こちらはもう健全の一言、これキープしなかったらマジックザギャザリングできない。はい、OK、 バッチリ。はい、じゃあお願いします。バッチリではないか、はい、まあまあいい、はい、一旦無神秘の神秘を置いて戦術これの下で終わり。初手に来てほしいカードだよね、ほんとに。そうですね、嬉しい。ドロー、お、これだね、漆黒軍の騎士。はい、終わり。死ぬことになりました。これ強いね。強いね。パンプアップクリーチャー史上、歴史上のパンプアップクリーチャーでもかなり強い。そう、1マナですからね。ね。本当は見ながら欲しい。で、ちょっと引いて18で、また試合運動を取り出して終わります。はい。再現。再現。再現 VTR。死なない。孤立した礼拝堂を置いて、はい、ダック。ダック。はい、OK です。はい、分断の勝利、終わりです。完全に似たような動き。ただ今回はマナクリが生き残ったね。おお、すごい、やばい。今度は蒸気光ペン、ね、チャンドラからのショック。うわー、強っ。今です、終わり。セースサイズが小さいからチャンドラの的だな。チャンドラしかもね強いんですよ、体強いね。アッタップトロ、はい、アンコモンで強いフレインズウォーカーっていうのもね、いいよね、あると初心者に優しいっていうか。じゃあチャンドラに1点アタックします。で、回復で、タップインして終わりです。静か、ちょっと厳しいな。おお、初手は良かったんですけど、まあ、あるあるですね。はい、じゃあまた発言すればさせ、はい、してリワッチで、土地なんでバリ。なんで浅瀬にパワータフネスついてんの。浅瀬が動いたのみたいな、ね、パワーできる。やばいね。今アイマスして赤マナ出してエレメガリク、はい、ストレート出してエレメンタルアップアップします。動いて、おお、だっか強くチャンドラずっこ。で、また途中受けった上で2マナも加速してるんでしょ。そうです、やばっ。マナ加速が結構エグいですよね。エグいよね。ちょっと超いってない。これでいっかい。決めまして、はい、上の下で終わります。沼を置いて、共演への収集、招集か、共演への招集。はい、パーティーにおいでよってことだね。カード面的には吸血鬼吸血鬼トークン、ハンコン3体絶対行きたくないって言ってますかなりおっかないでしょ。ただ人死んでるから絶対食われる。そうそう、なんだろう、ちょっと食べてる、食べてるから血を吸わない、ね、はい、で、吸血鬼4体の場で終わりです。はい、まず引きます。どうぞ。はい、じゃあ、6番使って目覚め、はい、はい、何これ、何これ。こっち、神話で、まあ、中性度6に打ち消されない。はい、で、今から僕が使うマイナス3の能力はエレメンタルじゃない各クリーチャーに3点のダメージ非常に都合がいい。ふざけたね。これはやばいね。エレメンタルなんで、おかしいね。こいつ強化能力、強化能力プラスしてエレメンタルでプラにプラス、うん、強すぎで殴って4点4点8点13。ここはいいです。エンタックドロー、絶望だね。これからこれの流れ、このマナ2マナ増やして6マナのカードを取られる。しかもこれ2ターン連続で3点オール打てる、打ててしまう。ヴァンパイアの天敵すぎ。白母の勇者1点、吸血鬼分ライフ失ってカード引きます。1枚、終わり。12、こいつプラスエレメンタル分のプラスパワータフネスやばいね。なんか面でも攻めれるし、そう、点でも攻めれるし、何でも合わせ技でタフ5まで倒せるし、何これ、おかしくない。本部に出して、エレメンタル4体を4点とこいつが引きます。はい、
チラッと見て、土地だと投げて、これでリードアップしてギャーで、はい、で、戦術を上にして、で、チャンドラプラスして、ペンドプラスになって、攻撃するんですけど、まあ、各、はい、こいつ以外が、こいつがプラにされてて、はい、5点で、こいつらがこいつとチャンドラでプラス3されてて5点の、9点の最後にもう3点12点。ノックアウト。ありがとうございました。え、5キル？6キルか。俺5ターン目だから。そうだ。6キルされました。ってことで対戦終了。なんかエレメンタルの方がさ、格が違う強さに思えたんだけど、気のせい。いや、これは結構来てる。来てる。ソリンでたまたま勝ったけど、なんかパーツがいきなりさ、エレメンタルデッキ組めよっていうパーツが一気に出すぎじゃない？いや、こんな実用レベルのがいっぱい出たら、ね、まあ、いきなりスタンダードこれぐらい活躍できるからちょっとびっくりしましたけど。大注目デッキだね。そうですね、エレメンタルというこのスタンダードかなり、うん、特に強いのはどれ？まあ僕はこの発言する浅瀬が一番、こいつが一番やばいと思います。なぜかクリーチャー、なぜかもうエレメンタル出すだけでアドバンテージが途切れない、結構もうスタンダードと思えないような怪しい動きをするので、かなり危ない。確かにね。特に2体並んだらもうずっと土地を場に出てステロを引き続ける状態になっちゃうんで、毎ターンそのマナ伸びたらプラス2枚とかあるよね、このカードの効果で。やばいよね。ほとんどすごい、うん、ボーナスもこいつらがたくさん出て土地を伸ばしてくれると思うんだ。何がやばいかって、この浅瀬はさ、出た時すでにアドバンテージ取るのがやばいよね。そうです。除去っても何にもなんないっていう。でも殺さないとやばい。どうすればいいの対処法は？金星で消す。それモダンホライゾンか。金星はそう。まあ中略とかもじゃない。あ、中略もあるね。だから青入ってないと綺麗にさばけないって感じかな、現状。それかもう無視してない、腐りましちゃうとか。でまあテンポ的には場が場に三三残る、こっちの方がいいもんね。そうですね。うん、それはいいわ。無理なく除去いっぱい詰め込めるデッキだったら戦えるから、エレメンタルと赤ターンもまたこう注目度が上がるのかもね、はい、ってことはヴァンパイアはティムールにチャンドラで行かれ、赤ターンに鎖回して行かれ。まあでもヴァンパイアも結構強そうですよね、いろんな人の配信で見てたんで。あ、本当。ソリンは本当強いよね、これヴァンパイアデッキアダントとの、そう、ヴァンパイアデッキ組めよっていうカードだけど、純粋に漆黒軍の騎士も強いから、とりあえずでもいいよね。なんかこう基本セットでさ、はい、そのある程度そこから始める人意識してるだけあって、そう、部族とかでね、そのカードその中で選ぶっていう方が組みやすいし、皆さんもねぜひ、はい、エレメンタルデッキとか吸血鬼デッキからねスタンダード触ってみてはいかがでしょうかっていう感じで、はい、カード屋のチャンネルらしく締めちゃいますか。ってことでこんなところで終わっていきたいと思います。もしこの動画が面白かったという方はぜひチャンネル登録、グッドボタンなどよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで今日は僕トマッピーと、はい、ハレルポーズのつむらでお送りしました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。